アルラモコと申します。今回はですね、うなちゃんマンと一緒に人狼の方やっていきたいと思います。それじゃあ早速役職を引こうね。頼む、市民でやってくれ。あ、人狼やった、人狼やった。いや、もう一人の人狼誰やろ。モコ、悪いんだけどよ、俺も人狼だったんだよな。あ、ガチガチに噛んじゃっていいのね、これよ。悪いんだけど俺加藤純一いっちゃっていいの、これ。悪いんだけどよ。ちょ、加藤さんやめとこ。結構考察とかが鋭いから、あえて残しとくによって、あの周りのラムちゃんとか、それで加藤さんの意見で混乱するから、割と残しとくええと思う。うん、ここで噛んだら逆に俺ら疑われるで。うん、だからあえて残そう。黒人さんも残そう。で、オニアも残しとこ。あ、まあ無難なとこ行ってくる。繁盛とか。うん、じゃあよ、悪いんだけどよ、ミャ行っちゃっていいのね。悪いんだけどよ、ガチガチにやっちゃっていいのね。じゃあなんでミャ行く。話聞いて、ちゃんと。大事よ、ワード。時間ない、時間ないね、時間ないね。ちょ、だからじゃあもう繁盛いっとけ、繁盛いっとけ、繁盛いっとけ。じゃあ恐ろしい夜がやってきました。今日噛まれたのは加藤純一さんです。なんでやねん。おい、なんで、おい、おい、繁盛、お前繁盛いっとけって言う。あっか、あっか。だってよ、コメントでよ、加藤いっけって書いてあるからよ、コメントでやっちまったよ。ごめんな、モコ。ちょっと、まあそんな感じでね、ちょっとね、うなちゃんマンが、あの配信が好きなあまり、もうコメントに左右されて、もうお前らコメントすんな、だから。うん、ね、てなわけで今日は終わりです。人狼どうもありがとうさん、またやろうな。うん、ありがとうございました。ごめんな、ミャコもな。うん。